木造駅は青森県津軽市木造房松にある東日本旅客鉄道後農線の駅である。短式ホーム一面一線を持つ地上駅。もともとは相対式ホーム二面二線であった。横取線が急上り線の後である。五所川原駅管理の簡易委託駅。指定券も取り扱っている。駅舎は木造ふれあいセンターとの合築で外壁に土偶を貼り付けてある。 この土偶は亀顔海跡から発掘された社交機土偶がモチーフでふるさと創生事業の一環として駅舎に作られた。地元では社コちゃんと呼ばれて親しまれている。土偶の目の部分には赤く発光する気候が当初より存在しており、設置からしばらくの間は列車の発着に合わせて土偶の目を点滅させていたが、周辺住民からの怖い。 子供が怖がるなどの苦情により点滅を自粛した。巨大な土偶が出迎える迫力ある駅舎として、東北の駅百選に選定された。2019年10月から2020年3月に、かけていった駅舎の改修工事により、駅入り口のバリアフリー化や、空調の設置がされたほか、土偶の目に設置されていた電球を、LED ライトに交換し紫、青、緑、黄色、大 赤、ピンクの7色4パターンを点灯できるようになり、発光を復活させた。以前あった発光への苦情について、2020年時点では、利用者は、もう見慣れたという反応で、列車接近の合図代わりにする利用客や、撮影するためだけに駅を訪問する客の存在も、報じられている。現在の駅舎は、鉄筋コンクリート作りである。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は170人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。